YouTube クリニックの上松です。さあ今日はインフルエンザワクチンが痛くない裏技っていうことで、まあ、見ていきたいなと思います。で最近はね、まあ、皆さんインフルエンザワクチン、まあ、打つ時期かなと思いますけれども、やっぱ痛いですよねあれ。で僕らはなんとか痛くない方法ないかなっていうのを模索してるわけなんですけれども、まあ、今回はまあ面白い報告とかもあるんですけど、まあ、ここではですね、まあ、そんなにはっきりとしたものも少ないので、まあ、都市伝説を聞くような形で、まあ、これやってみたら痛くないかなっていうような、まあ、遊び心を持って見ていただけたらなと思います。はい、一つ目は甘いものを口に入れるっていうことですね。注射の前に、まあ、砂糖とかあるいは飴ちゃんとかあるいはジュースとかそういったものをまあ口に入れて、まあ、幸せを感じさせて痛みをごまかすっていうやり方ですね。まあ、特にお子ちゃまとかには有効みたいです。まあ、そういったお子ちゃまとかに、まあ、そういった砂糖とかを加えさせてで、まあ、やってあげるというようなことをすると痛みの訴えが少ないとか、まあ、そういったこともあるので、特にお子ちゃまとかはワクチンいっぱい打たなきゃいけないので、まあ、それで痛みが少なくなるんだったらこれもありかなっていうような形で試されている人もいるようです。まあ、大人の人も、まあ、お菓子とか食べて幸せいっぱいみたいな人っていると思うんですけれども、そういった人にはね効くかもしれないです。ぜひねやってみてください。さあ2番目、これはね大人の方にも結構有効だったりします。僕もします。刺される前にその部位を押しておくっていうやり方ですね。要は痛みの神経細胞を働かせなくするっていうような、まあ、気持ちでやっています。まあ、実際どうやるかっていうと、まあ、私もインフルエンザワクチンを仲間の医師とかにまあ入れてもらうんですけれども、まあ、その時にまあここの部分をまあ強く押しておいて、上の部分を強く押しておいて、で、まあ、仲間の医師にここにまあ刺してくれっていうような形で頼んで入れてもらいます。まあ、そうすると、まあ、大体結構ね痛くないことが多いです。親っていう形で、まあ、一回自分にとってはまあうまくいったので、まあ、それを続けているわけなんですけれども、まあ、時々ですね、まあ、気の利かない医者とか、まあ、なかなかこうしてここに打ってくれって言ったのにちょっと違う部位にプスッとか打ってあいだだってなることもあるんですけど、まあ、そういったコミュニケーションが、まあ、しっかりできることが前提で、まあ、このやり方っていうのは、まあ、機能します。なので、まあ、かかりつけのお医者さんとかですね、まあ、そういった自分で注文しやすい人とかには、まあ、できるかもしれないです。まあ、ぜひ皆さんも試してみてください。でもしまあそれでもダメだったっていう人はちょっと教えてください。はい、最後ですね、まあ、これは本当に裏技っていうやり方なんですけれども、ちょっと通常のルールとは違うやり方なんですね。皮下注ではなく筋注でっていうことです。で通常、まあ、日本ではワクチンとかは皮下、まあ、こうすぐ表面のすぐ下ぐらいに打って、まあ、そこでプクってやってそれで完了っていうやり方をするんですけれども、実はですね世界を見渡してみるとそれは少数派です。まあ、大体、まあ、筋肉、この皮膚よりも下の筋肉に入れて、まあ、接種を完了とするっていうところが多いです。これをやると何がいいかっていうと、実はそういった痛みとか主張とか発赤とかそういったものが少なくなるっていうような報告がされています。加えてその筋肉注射の方が抗体産生量が多いっていう報告もあるんですね。抗体産生量って何かっていうと、まあ、インフルエンザワクチンで言ったらそのインフルエンザウイルスに対するまあパワーですね、まあ、その抗体がまあ多い、まあ、免疫の力が強いというような形でワクチンのまあ効果としても高くなるっていう意味ですね。なので実はこっちの方がいいんじゃないかっていう議論は昔からあります。だけど日本の添付文書という、まあ、薬剤のルールを決めている文書では皮下注でやりなさいっていうようなことが言われています。それはまあ昔ですね、まあ、抗菌薬とかをまあ筋肉の中に入れて、まあ、筋肉がまあ壊死をしたり、そう壊れてしまったりするまあこととかがあったので、まあ、それがまあ、トラウマみたいになって、まあ、ワクチンも皮下注でやりなさいみたいな方法でなってるんですけれども、まあ、世界中の方法を見てみると筋注の方が特にワクチンとかに関してはいいんじゃないのかって言われています。ただこれを、まあ、かかりつけのお医者さんに、まあ、皮下注の場合は浅くですけど筋注の場合は深くやるわけなんですが、筋注でやってくれっていうと、まあ、ちょっとそれはあってもしかすると言われるかもしれないです。それはね、まあ、ルール上やっちゃいけないことにはなってるので、まあ、そこばっかりはまあ、お医者さんを責めないでですね、まあ、何があってもいいからっていうような形で、まあ、売ってもらうとか、まあ、秘密で売ってもらうとか、まあ、そういった感じになるかなと思います。まあ、実際は、まあ、皮下注の方がいろいろ有害事象っていうのが多いんですけど、まあ、ルール上そうなってるので仕方ないかなと。あとはお医者さんとの信頼関係で、まあ、そこをやってもらうかどうかってことになります。まあ、今日の話は以上です。お疲れ様でした。